トラックの自家製麺。最近よく麺手作りって本当って聞かれます。結論、本当です。毎日せっせと麺作りしてます。ちなみにトラックの麺は熟成麺なので2-3日寝かして使ってます。機械はこんな感じです。大きいですよね。丁寧に生地を伸ばしていきます。この状態で3日間、だいぶ薄くなってきました。最後にまた生地を伸ばせば次切ります。きたきた。これでいつも見るトラックの麺の出来上がりです。それにしても手際がいい。どうですか？食べたくなってきましたか？お店で待ってます。